はい、こんにちは、カズボです。バハムドラグン続きやっていきたいと思います。前回ね、このね、ムニムニっていうドラゴン入って6体になったんですけど、編成した方がいいかな、これ。みんなドラゴンに乗ってるよ。乗り込むってやって、定員オーバーです。そんな、ビュー。あ、そうだね。ビュー、お願い、一緒に乗せて。ヨウ様、どうぞどうぞ。そんな、ビュー。かわいそうに。お、敵もマハール向かってるのは出撃か、まあ、出撃なんだけど、ちょっと編成しよう。寄り道増えてる？増えてないよね。編成でいろいろ入ったので、だから6まで増えたんですよ。だからちょっとね、今編成できんのこれ。ゾラの息子。名前そんなんだ。だから、ライトアーマーが早く動けんだよね。スリーランサー。プリスト、ウィザード、プリスト。ウィザード3体いるのか。ウィザード呼んでもいいな。それでここのヨヨがいるところを、プリースト2でいっか。まあまた後で帰ればいいからね。はい、ちょっとね、統一してみましたね。ブランドゥングの撃破、あ、また撃破個体がいるんだね。ってことはあんま行けてやるとまずいか。ブラン、え、今ちょっと見るの忘れたな。あ、上にもいるし。ブランドゥングの撃破、あ、これか。え、5800、まあそう簡単に倒れないか、これは。じゃあね、ウィザード4 3ダゲルレベル40とかある。あ、下にもいる。強えな、案外。ドラゴンで行くしかないか。まあ、動けるようにはなってる。なんか出ない。これがいけってなってるから。え、なってなかったっけ。なってるよ。でもせえよな。こいってやればいいかな。とりあえずは全部とりあえずおびき寄せて、だけど、ムニムニはまずいな、さすがに。サラマンダーは言ってもいいんだけどね。
上ちょっと失敗したな。まあ、来るでしょ。うん、そうだね、そうなっちゃうんだよな。とりあえず炎を取っといて、ムニムニも炎を覚えさせればまた違う姿なんだろうから。まあ、倒せないだろうからね。倒せっかな。無理か。3000万。しながらだね、これはね。来るんかい。インスパイアが強すぎんな。雷をちょっと上げた方がいいかな。マテライト使うんだったら、まあ中のキャラクター変えればいいんだけど、アイス強いから。来てくれんだろ。アイスブレス。あとビューが。なんか炎をやりそうだけど、アースヒットやっとくか。やっぱり倒しちゃうか。700いくつかじゃなかった。ギリ残るよ。1体か。あー、どうすかな。もうちょい追い通せるか。いや待って、届くの。レベル2だからね、まあ、2人入れてるからなんだけど、マックスだったりするもん。マックスかい。はい。ここは攻撃ないからな。
3000か。いや、3000だったら、とりあえず一撃決めといて。まあ、ギリ残りますけどね。あの先端にある像を壊したらなんかないかなと思って、それ気になってんだよね。シルク道具、ハイドラッグ、雷系欲しいよな。格好の餌食じゃんこれ。さてどうなんだろうな。ビューはどうなってる？これって壊せない。ですよね。あんまやりすぎるとね、まずいから。コルセアだって。右にもいるからね。これを氷でやっつけてくれれば一番いいんだけど。ここ来てくれっかなーっての。ドラゴン自動なんで動くのがね。うわーギリか。槍が強いので妻はここで迎え撃って、
攻撃1個ぐらいあった方がいいかなと思うけどね。あ、なんか違うじゃん、バッカニアみたいな書いてあったけど。ここをまずどうにかしないといけないので、で上のやつらがどこ行くかだよね。あれも全部ちょっと倒したいんでね。こっち狙うか。さすがにそうだよな。無属性の魔法でもやっぱレベル1だからそんな大して強くないんだよね。だからフレームゲージとかでやった方がよほどいいかな。全部アイスでいくよね。あそこほっといてや、まだ4000くらいあって、うわ。相手もドラゴンだね。なんかなかったっけ？平地とか書いてっけど、ね、終わったってどうせ戻るもん。あ、何やった今。間違えた。火使おうと思ったら回復しちゃった。まあ、いや、経験値もらえたらいい。これをちょっと潰さなくちゃいけないね。速攻して。通りがなぁ、ちょっとなぁ。強いんだけどね、槍は。槍3つ固めたのこういう意味ですかね。ムニムニじゃ多分無理だから、これだ。よし、なるだけね倒したいよね。まあ、ボス倒せば終わるんだけど。
健康を回復役だもんな。すげえ、1600いく。攻撃数だ。攻撃すげえ上げてんだ。他上げなくてもいいよね、別に。あ、ミュウがいいのか。まあ、矢でも追っかけてくんだろうから。火もそうなんだけど、普通に攻撃した方がね、ダメージ強いよね。エレクトロの方がちょっとできればいいかなと思ったんだけど、これをちょっと下げて、1600だったら、まあ、倒れないから、まあ、出したか、さすがに。これはあとムニムニにあげればいいかな。あ、レベル上がった分だよね、これね。うわ、行ってるし。けてなってた、あれ。じゃあ行くか。あれって HP いくつ、あと少ない ?1400 あるのか。1400あって、いけってなってるから、まあ、いや、いけのままでいいかじゃん。で、マテライトが突っ込めばいいね。なんだけど、ちょっと待てよ。いくつある？あ、500か。500だったらいけんだろう。氷だ。よし。
お、アイスジャケット。グキだからいろいろぶっ壊すと思わないところに何かあったりするからね、これね。どこに何あるか知らないけどね。いや当時もそうだったけど、まあ、1回しかやってないけど、いくらかね、クリアしてね、次やるときとかに、まあ、調べながらやったりするの自分流なんで。あ、終わりましたね。はい、ということで、マハールに着きましたね。じゃあ次回マハールからだね。じゃあドラゴン空中戦終わりました。まああんな感じでね、ドラゴンもいるので、あの強いドラゴンもまたいっぱい出てきたりするんでしょうね。だからやっぱこっちのドラゴンも強くしないといけないので、いろいろ手に入れたんでね、またね、そんなのを次回、まあ調節してやっていけばいいかな。まあ戦闘は今みたいな感じでやりたいと思います。なるべくね、いろんなもの倒した方がアイテムも手に入りますし、まあ面白いですもんね。ただ、あの、ストーリーと、まあ戦闘を混ぜるとものすごく長く、一個のパート長くなっちゃうので、まあ分けてますので、まあ一個一個ね、その戦闘だったら戦闘の魅力だったり、まあストーリーだったらストーリーの魅力引き出せればいいかなとか思いながらやってますのでね、よろしくお願いします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。